にちは、サグルです。本日は城東区にございます須佐之の御事神社、通称関目神社にお伺いしております。こちらの須佐之の御事神社、豊臣秀吉公が大阪城築城の際、北の守りとして武神の須佐之の御事を祭り推計するとともに、なにわの鬼門にあたる鬼門鎮護の神として毘沙門天皇を迎え祠を建てたのが始まりとされております。ただ毘沙門天皇のご利益の遍歴は時代とともにかなり違うのようです。平安時代の初めは財の神、そして無病息災、福の神、そして勝負の神。毘沙門天はインドから渡ってくるうちにいろんな力をおつけになられたんでしょうね。最近神社にお伺いすると、なぜか境内の裏の方を通ってみたくなるんですね。なんかちょっとこうドキドキするって言いますか、ワクワクするんですよね。こちらは御頭天皇社、疫病の神様とも知られ、有名な蘇民将来の話などがありますね。こちらは境界道の七曲がり、大きく屈折させ敵を侵攻を防ぐ目的にできた要所だとされていますね。関目という名の由来が目で見張る関所、何事も目視は重要です。須佐之の御事神社、通称名と本来の神社の名前が入れ替わってたりとか、知らないことがまた新たに発見できてよかったです。ではまたどこかの神社でお会いしましょう。サグルでした。